はい、どうも、フリコマです。共同戦役シリーズ、本当ならモスクワ飛ぶとこなんだけど、モスクワハード、はい、多数の未確認飛行物体が接近中、まあ、モスクワのチャレンジがあったので、モスクワハードなんですけど、まあまあまあ、一発でチャレンジはクリアしちゃったので、あと、まあ、レスキュー20ですね、まあ、80% いきました。さて、はい、ストラップがいますね。機変性を実施する。君のコールサインはアルファワンダ。はい、よろしくお願いします。これより解放作戦、はい、遠投のために機種上げ。より多く破壊した部隊には得点が支給される、はい、遠くから SFS2 発。可能な限り多くの敵を破壊せよ。あとここはもうスピード緩めて2発、まあ、ストラップにやられてますね。車両破壊。あー、ここも取られるか。ハードミッションは影の硬さが 20% アップ、うんね、だからちょっと壊れにくい。サム破壊、ミサイル発射。対空戦、作戦南に出るかな。これより緊急ミッションを外れず、そっちか。新たな敵航空部隊を確認。バッファーだ。まあ、この辺で速度を緩めといて。すごいね、誰かがほとんど一発当ててるな。あんまり近づきすぎないことだね。最近想定部隊残り3、残り時間あと4分、敵航空部隊残り1、敵航空部隊全域破壊を確認、はい、よくやった。ターゲットはアップデート、残存兵力を急ぎ相当せよ。モスクワで対空戦やるときはもうできるだけゆっくり飛ぶことね。ターゲット撃墜。まあこれは遠隔でもまあ似たような話なんだけどね。
バンジー思いっきり暴れてやれ。残り時間あと2分、あと2分っていうことなんで、うまくいくとロスクリアができるぐらいの時間が残ってる。発射回避回避。遅すぎる。残り時間1分。残り時間あって。ミサイル発射。ターゲット撃墜。やっ。ボックス2。もうちょい。うわあそこ撃ちました。誰か取って。敵戦力は断ち隊を開始。作戦成功だ。今度はエスクリア。さすがは選ばれた強者たちだ。次も期待しているぞ。よっサンキュー。アルファ隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。